さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木です。さあ今回もボードの紹介をちょっとしていきたいなと思います。そしてはい、こっちでも言ってますけれども、板の紹介してこの板の特性をお伝えした後でホワイトボードを使って、これカービングターン、スノーボードするんだったらこういうところが気にするといいよ、こういう特性があるからこういうターンこが描きやすいよみたいな、実際に滑っていくとき、特に僕の好きなカービングターンをするときにはねっていうのをまた後ほどお話したいと思いますので、そちらもチェックしてみてください。まずはボードの紹介、小笠の CTIZ っていうシリーズになります。小笠の中でとにかく一番人気があるんだよ、この板誰が乗っても乗りやすいしみんなに評判いいんだ、あいつ超いいやつだよねって言われるのが CT っていう、本当に誰からも好かれる板っていうのがあります。でこの CT にちょっとしなることとパンっていうこの反発をもう少し強くしてあげると、その乗りやすい CT がもう少しアクティブにアグレッシブに使っていけるんじゃないっていうので、この反発力が強い素材を入れ込んだ CT が CTIZ になります。この IZ っていうのがその素材の名前らしいんですけどもね、 CT の乗り味の中でもパンっていう返りが強くなる、この返りが強くなると、あ飛びやすいのねっていうふうに単純にイメージされる方多いと思うんですけど、もちろんその通りです、飛びやすいんです。でもこの飛ぶっていうのもジャンプ台で飛ぶっていうことよりもフリーランしながらちょっとしたギャップでポンって飛んでみるっていう、そのちょっとした飛ぶよっていう時のそのちょっとしたもののギャップにもかかわらずふわっていう対空感を味わわせてくれる板なんですね。だから反発の強いあの素材が入ってるからジャンプ台で使うっていうふうにはあんまり思わないでください。ジャンプ台はそもそも飛ぶようにも形が作られてるので、どんな板乗ってても遠くに飛べるっていうのがジャンプ台だけど、フリーランしながらパンパンパンってトリック入れたりとか、壁登ってってパーンって回転して戻ってくるみたいな、ああいうちょっとやり方がわからないとよいしょっていうふうに筋力とかこう反動とかでやりがちなところをすごくこの板が助けてくれるようになるっていう感じなんですね。なのでカービングをするっていうのがもともと得意な板です、この CT は。でそこからポンっていう返りが CT よりもさらに強くなった IZ なので、カービングターンの中でいうとターン後半の抜けていくあのスピード感とかパンって返ってくることによって、このエッジの切り替えがものすごくやりやすくなったりとかっていうふうに、フリーランの中にもこの反発っていうものが良くなるとすごく滑りやすくなるなっていう要素が多いんですよね。なのでこのすごくオールマイティな CT なんだけど、それの高反発なものをっていうので、この IZ シリーズが生まれてきてます。2年ぐらいですかね。でもすごく評判のいい板でございます。なのでカービング実際するのにももちろん使えますし、カービングしながらちょっとトリッキーな動きしたいな、カービングとグラトリちょっと織り交ぜたいなっていう、この織り交ぜる滑ってきてパーンってトリックに入るこのつなぎ目部分が板の反発によって体のえいみたいな動きをすごく少ないまま板が手伝ってくれるので、つながり、カービングとトリックのつながりもすごくつなげやすくなっていくっていうメリットがあります。こんなところがこの小笠 CTIZ のシリーズ特徴になります。じゃあ実際にこれ乗ってみてカービングターンするとどんな感じで、どういうポジションで乗るとスムーズなカービングターンがやっていけるか、そしてそのカービングのターンの中でトリックを仕掛けるんだったら、この IZ の良さを使うってなったらターン中のどの辺で仕掛けるとやりやすいかっていうのをこの後紹介していきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、今回は小笠の CTIZ です。この IZ っていうのが素材なんですけれども、これを入れることによって反発が強くなるんですって。もともとこの CT っていう小笠の中でも一番人気があるであろうこの乗りやすい名機に対して、反発力っていうものをもっと
感じやすいようにっていうのが作られた CTIZ なので、そうするとこの反発をうまく考えたターンとトリックっていうものを考えていく、やっていくとこの板を手にした意味があるというか、まあ楽しみがそこに詰まってるんじゃないかなと思います。じゃあそれらを反発っていうものをこういうターンに当てはめてみると、例えばターンをしていく、まあミドルターンぐらいのターンサイズイメージしてもらうと、ギューっていう風にターンしてきて、ターン後半に落ちてくるよっていう力も含めて自分の体重もギューっていう風に板の方に乗せようとした時に、ターンのこの後半の中盤あたりで行ってあげると、まだボードの向きってギューって回ってきて横に回ってこない、まだ斜めの状態なので、このままグーって踏みつけてあげると、このエネルギーはこの赤矢印の方に解放されるっていうのが、ターン中に板を踏んでその反力をうまく利用して板を走らせていくっていうことになるかなと思うんです。で、これを踏んでいく、ギューって体重かけていく、よく言う、まあ、加重していくが分かりやすいかな。加重していくっていうタイミングが、ターンのここじゃなくて、もう少しターン乗ってからねってなると、今度はもう少しターンに乗って、ボードが横向いてから、グーっていう風にミドルの方向に向かって自分の体重を乗せたりとか、脚で踏んだりとかっていう、滑ってきた、落ちてきたよ、滑ってきた力も考えると、この緑色のエネルギーに対して今度はボードが横向いているので、エネルギーに対して横向いてる、グリップしてるものがあるから、その反発は元通りに返ってくるようになるんじゃないかなと思うんです。こっちの時にはエネルギーに対して下の土台が横じゃなくて斜めだから、このエネルギーはこっちに解放されやすくなるってなると思うんですけれども、ボードがしっかり回ってきてからグッて踏みつけると、それは自分方向に返ってくるエネルギーになってくれるから、そうするとこれトリックをするっていうのがものすごくやりやすくなるはずなんです。板の反発、ターンだと思ってギューってにしっかりターンで乗ってきたけど、早く解放するんじゃなくて、ボード横向くぐらいまでしっかり乗ってあげるっていう風にやると、自分の体重がしっかり乗ったことによってしなりが作れるから、そこから来る反発は自分にしっかり返ってくるようになる。反発を考えたターンだったらこういうイメージでうまく板を走らせるっていう方向に使ってあげたらいいし、そのターンをしっかりしながらもボードの向きが真横になったところで踏みつけたりすると、それは自分に返ってくるエネルギーにもなるから、そうすると今度トリックをするっていうのもつなぎやすくなっていくかなと思うんです。ましてやこれ、この緑色のグーっていう力ってターンしてると落ちるところも含めて体重乗せに行くシチュエーションだと思うから、それそのまんまうまく解放だけすれば、ちゃんとジャンプする板の反発で飛ぶようなことにつながるよっていうことなので、まさしくこれでターンとトリックをどんどんつなぎやすくしていくっていうことが可能になっていくんですね。で、これが反発が今回 CTIZ なので、反発強い板でやるとこうだよ、だから面白そうだねっていう話ですけど、これ仮に反発がちょっとここまで強くなかったって考えると、ここでエネルギー加えても返ってくる量が少ないから、自分でも飛んであげないといけないってなってくると、板を持ち上げるっていうことも必要になるので、よっこいしょっていうようなちょっともたつくようなトリックにもなりやすいです。こっちのターンの方で当てはめると、せっかくグーって踏んでもビューンって抜けてくるエネルギーに変換されないんだったら、やっぱりスピードに乗るような板の走りっていうのがつきづらくもなるので、ターンで考えたら板の走っていくあのスピード感、トリックで考えたらこのターンとトリックをうまく使うためのボードの反発、こういったところをもし考えて、面白そうだな、そういうスノーボード、そういうフリーランやってみたいって
思う方はぜひこの CDIZ を手にすると、まさしくそういうスノーボードをしてもらうために小笠が勢力を上げて作った板っていうふうに言えるんじゃないかなと思います。ぜひともターンとトリックの融合をしながらも、ターンはターンで板の走り、こういったところもちょっと突っ込んでやっていきたいなって思う方は小笠の CTIZ 気にしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。